マイナ保険証導入で医療崩壊、地方の医院が次々と消えていく。マイナ保険証の導入は地方の小規模医療機関を廃業に追い込み、地域医療の崩壊を招いている。マイナ保険証の導入には高額な設備投資が必要で、特に地方の小規模医院には大きな負担となっています。国の補助金があっても不十分で、多くの医院が経済的に追いつけません。例えば東京杉並区のある歯科医院は、読み取り装置や請求システムの導入費用を賄えず閉院を決断しました。元内科医院の院長 A 氏も同様の理由で閉院しました。全国保険医団体連合会によれば、特に高齢化が進んでいる地方の開業医は新たな設備投資をする余裕がなく、後継者不足も深刻です。地方では新規開業が難しく、高齢医師が地域医療を支えているため廃業が増えています。マイナ保険証の導入による地方医療機関の廃業は地域住民にとって重大な問題です。長年通ってきた医院の突然の閉院は大きなショックとなります。この状況に対して皆さんはどう感じますか？